皆さんこんにちは、松本武文です。いつもありがとうございます。今日はですね、私がね、今度対談するっていうお知らせなんですけれども、この野田明宏さんっていうですね、ケアワークフォトライターという方なんですけれども、俺が覗いてきた介護最前線っていうですね、これクラウドファンディングで出された、非常にまあクラウドファンディングでも資金がね、たくさん人気があって集まったっていう写真集ですね。介護現場を除いていろんなあの場面の写真が見れますね。ですので、まあ介護をされている方とか、あるいは介護されている家族とか、全く介護現場を知らない方が見てもね、楽しめる写真集になってるなと思います。あ、こういう世界なんやな、逆にね、知らなかったらね、あ、こういうふうなことが行われてるんだなとかね、今後誰もがね、介護する側、される側になるっていう可能性があるご時世です。みんなが見ておくべき本じゃないかなと思っていますね。私が好きな写真でですね、千葉県のね、石井さんちの石井さんという方がね、お年寄りさんにね、生きてるかって声かけするんですね。これは、ね、実のおばあさんなんですね。実のおばあさんに生きてるかっていう朝の挨拶をしてるというですね、これはまあ身内だからこそできる介護なんじゃないかなと思ったりですね、介護現場の写真だったり、介護する家族の写真だったりとか、お亡くなりになった方をね、見送る利用者さんであったりとか、そういった方の表情がたくさんね、写っていますね。まあ、野田さんにね、ちょっとインタビューをして、この写真集に込めた思いとかですね、まあ、どんな裏話があったかとか、そういうのを聞いてみたいなと思います。介護現場をね、活気あるものにするためにはね、今までとは全く違うような媒体であるとか、それこそこういう YouTube だとか、あるいはこういう写真集だとか、いろんな媒体をね、使いながら介護現場を元気にしていきたいなと私は思っていますので、今回ちょっと野田さんに出演いただいて、いろんな話を聞いてみようと思います。皆さんももしね、お持ちの方はこの写真集を片手に、ぜひね、YouTube ご覧いただけたらなと思っております。2020年の6月24日の水曜日、夜の7時から野田さんに登場いただいてお話を聞いてみようと思います。ぜひね、生で視聴いただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。野田さんに聞いてみたいこととか、自分の、お気に入りの写真なんかがあったらですね、それもぜひコメントいただけるとありがたいなと思います。はい、今日は以上です。ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録もよろしくお願いします。